ソフトウェアをダウンロードしているチャンビーチャンビーは、米国カリフォルニアサンディエゴに本社を持つ、チャンビーインダストリーズインクにより開発された、リナックスベースのガジェットである。Wi-Fi 接続により、インターネットおよび LAN にアクセスができる。180ドルで4つの色がある。日本国内では、株式会社ジークスが総代理店として販売していた。チャンビーは2006年8月25日の、 フーキャンプというハッカーのイベントでフレムや公開された。米国では2008年2月25日、日本では2008年10月23日から発売されていた。発売当初は、そのユニークな外見とオープンな仕様で注目を浴び、インシグニアやソニーなどへのライセンスも実施されたが、本格的な普及を見ることはなく、汎用タブレットの普及に加われる形で市場から忘れられ、 一時は PC やタブレットにもソフトウェアを移植する道も探ったが、チャンビー自身は2011年にハードウェアの販売を終了し、ライセンスを受けた他社も次々と撤退し、2011年12月をもってチャンビーは営業を終了し、全従業員を解雇した。2012年4月にはチャンビーのウェブサイトが更新されなくなり、2012年9月頃には、 チャンビーが起動してもサービスサーバーに接続できなくなった。チャンビーはゲームの途中結果などのローカルなデータしか内部に記憶せず、コンテンツは毎回サービスサーバーからダウンロードするので、サービスサーバーの停止により世界中のチャンビーが使えなくなった。2013年9月現在、有志の元従業員がチャンビーの残り資産を購入して私的なサポートを提供しているが、 資金不足のためサービスは時計一つだけの最小限のものとなっている。ウェブサイトのフォーラムはまだ生きている。ありがとうございます。